石野陽道の芸術、満目、集権を競う。見渡す限り、秋の美しさが競い合っている。これ、もともと失敗したやつを自分で活用した。ただ、秋の美しさが、このガガガガッと書いたやつの中には出ていない。なんか黒い不気味な塊みたいになってる。これを秋の山であるが、これを秋の山と見ることには無理がある。まあ失敗作と言うたら失敗作、失敗作をもう一回書き直したからこういうことになった。次は同じことを書いている。満目、集権を競う。見渡す限り秋の美しさ。少々たる10月の天、キラキラ光る10月の天。当然として見れども飽きない。壮大なること、木千のごとし、千人になったような気持ちであると書いている。これ色を初めてつけた。まあちょっとだいぶムードが変わったな、今までのやつと。今までのやつは黒白であった。ちょっとカラフルなやつもこれから入れていこうと思う。はい、これも秋の晩宴。晩というのは終わり。まあ美人でも老人になったら晩宴かもわからんけど、これはそういう意味じゃなしに、秋の終わりの美しさを言うている。まあそれでちょっと秋の山、紅葉の山を書いてみた。はい、その次。これは断腸の夕べ。腸がちぎれるような、まああの思いがする夕べ。何も痛いと言うていない。それほど、まあどういう体かな、感動いうかな、感銘があるということである。弱爆たる断腸の夕べ、静かな静かな、キューッと人の腸を切るような、締め付けるような思いの夕べ。越えなく落葉を示し、越えなくいうのは音もなく落葉が多い。木やいずれのところに向かう。木やというのは巣に変えるカラス。どこに向かっているのであろうか。ということになったら夕焼けなんで、上には太陽を書いておいたけど、もうちょっと太陽を下の方へ落として、カラスでもちょっと入れとった方が良かったなと思う。それから残暑、残暑というのは夕焼け。まあこれは夕焼けと見てほしい。野人の門、百姓の門があるということである。はい、もう一枚あったと思うんだけれど、もう一枚なかった、まあ、全部ということでこれで終わる。